僕フォルテ。おはようございます、チョフォルテです。おはようございます、チョチノデッタです。そうそうそう、ありがとう、チョ。というわけで本日は、今度ねストリートピアノに行く動画がね多分もう出てると思うんですけども、行くためにどんだけ練習をしたのかっていうのをちょっとねまとめてみたいなと思います、チョ。で、まあ、簡単に言うとクマンバチとチャルダッシュとかが、まあ、メインで練習したものなんですけど、この2つどちらもクラシック界ではっきり言って難しい。やばい、はっきり言って難しい。そう、difficult。そうです、かなり難しくて。で、まあ、クマンバチはこいつの提案なんですけど、もう俺は怒ってる。3日前に言いやがった。俺は怒ってる。ってなわけで、まあ、クマンバチは僕も一生懸命練習してたと思うんですけども、それをね、初めて合わせていきたいなと思います。それでは、始めてみましょう。どのテンポでいく？限界のテンポでいってみましょう。じゃあめちゃくちゃ速いテンポでやってみましょう。オッケー、せーの。ごめんなさい、無理でした。もう一回行きましょう。せーの、3、はい。循環呼吸っていうね、植物か。なんでなんで、高校生みたいなこと循環だよね。循環呼吸って言って、口の中に息をためてそれを押し出す、ほっぺの、そう、その間に鼻から吸うっていう。っていうね、なんかその、まあ、循環呼吸っていう奏法があるんだけど、それを使いながらやってるみたいな。それすげえな、結構できるな。できる、ね、これまあそう、ね、でも俺はこうなんか中学生の時にやり方を教えてもらって、さすがエリート。ええ、でなんかこういう特殊奏法ってさ特殊奏法っていうか、うん、まあなんか練習してできるやつと練習してもできないやつと、練習しなくてもできちゃうやつと、まあ、コツとかあって、なんか俺はたまたま自分の呼吸が割とできたみたいなエリートや感じだったんだけど、運が良かったね。うん、そう、運で決めるかいって、うんこ。よし、下品なやつですよ。皆さん知ってますか？血の手だ。下品です。よっしゃ、というわけで、次はね。パパ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 
ていきたいなと思うんですけど、これまた違うサックス？そう、これはソプラノサックスって見たことある？なる、なんか棒みたいなやつよね。棒？いやでもなんかこの簡単に言うとこのアルトサックスをまっすぐに伸ばして、はいはい、勝手に？あそう、でちょっと勝手にってない？勝手にってない？まっすぐに伸ばして、はい、ちょっと短くしたみたいな。ちょっと短くしたん？伸ばしたくせに短くしたん？勝手になっちゃう。そうだからアルトサックスでここら辺この分。どっちがええやつなん？どっちもええやつ？高いのはこっち。あ、そうなん。どっちだろう。自分で買ったんやろ。これ使ったん。これはね、これアルトサックスって言うんだけど、うん、アルトはもう中学1年の年明けぐらいに。お、中1から？そう。長えな。10年。すげえな。それで受験したん。そう。ここら辺ゴミみたいになるしてる。ほんまや。めっちゃゴミみたいになるしてる。言葉つく。ゴミ出るから。変色っていうやん、まだ。まあ、年季が入ってきた。年季が入ってきた。で、こっちは、大学1年の時だから。これなんで入れ墨入ってねえの？あ、これ入れ墨入ってるよ。彫刻。あ、そう、これ、うん。サックスって彫刻が入ってるの。え、それってもともと自分で入れたの？もともと。入ってないやつもあるんだけど。いつでも俺入れてあげるよ。あ、やった。あ、でもね、これ、剥がれちゃったんだけど、もう、ここら、ここもゴミみたいになるし、してたけど、ここに自分で彫刻入れたりしてた。あ、そうなの。うん。へぇ。すげえな。Thank you.
結構これは一発目にして上手でしたね。ね、さすがです。いや、ありがとうございます。いや、もうさすが、楽しいですね。これは思ったよりも楽しいな曲でございますね。めっちゃ楽しい。これパパ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 パラパラ早い早い早い。メンタルテンポでやってみて。ほぼもう分からへんもん。はい、というわけでね、血のテッタとのね練習、これからちょっとね頑張っていきたいなと思います。今後もね、テッタとは久しぶりに会ったということで、ちょっと前回は10の4を出したんですけども、思った以上に再生されなくて、正直100万再生いくと思ったんだけど、みんなもう一度見てくれ。結構大変だったよ、あれ。あれめっちゃ大変よあれはね、もうガチで大変いつぶり3月ぶりできるとこまで。ワン、ツー、はい。無理や。オーケー。動画を見てくれ。過去は良かった。過去の栄光にすがる男たち。というわけで今日はここまで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。それでは、グバイ。もし本当にね、血のテッタのことが興味ある、少しでも1ミリでも興味あるってやつはなかなかいないと思うけど概要欄、血のテッタの住所貼っておくのでぜひみんな訪れてみてください。よろしくお願いします。ここまで見てくれてありがとうございました。それではグッバイ。見てくれてありがとね。よければグッと押してて、なんならチャンネル登録してね。ボイマッチョ、ボスマッチョ、マッチョマッチョマッスルボイ、マッチョ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 。